はい、こんにちは。でこの暑い最中、はい、4台のビートル乗り比べしてみたいと思います。まあね、こんな4台がね、たまたまガレージに集まってくるっていうのもレアなケースなんだけどね、千載一遇のチャンス逃したくないと思います。まずはこの最近買った55年のオーバルね、はい、これは36馬力、はい、ぐらい。カタログスペックなので曖昧です。6ボルト仕様、これがね70年のスタンダード、これは40馬力ぐらいあるだろう。でも車種代測ったら 27.8 ぐらいだったね、はい、これも絶好調です。もちろんオーバルも絶好調です。そして73年のマクファーソンストラット、これちょっとね幅広のボディしてんだけどね、うん、足回りが最高にいいらしい。この時代まだトーションバーだから、はい、その足回りのビートルってずっと脈々とね、メキビに至るまであるんだけど、これはね特別な車ですね。これの乗り味、はい、どんだけ違うか見てみたいと思います。オーバルが1200、このスタンダードも1200、これ1600、しかもマルサン S といって、はい、チューニングがねスーパーなんですよ。なのでこれはね普通のスタンダードマルサン50馬力なんだけど、 S がつくことによって10馬力パワーアップしてるね。ちょっとスポーツモデルみたいな感じですかね。そうだね、スポーツモデルだねそしてこれがね、メキビーなんですよ。これはモディファイされていて低燃式仕様にしてあるんですけどね、これもねエンジン絶好調ですね。 1500cc、 これが50馬力かな。でこれは、みーちゃんの車、これがエリさんの車、インスタグラマーのね、お二人お友達でビートル友達だったっていうね。でたまたまこのガレージでやりますんでね、私が試運転してもいいということなんで、ちょっとテストドライブしてこの違いを今日は動画に収めたいと思います。まずは古い方から行こうかな、はいね、進化を見ていきましょうか。片道30分から40分のコースだよね。そうですね。そうだね、その中でこの車の個性を皆さんにお伝えできたらいいなって思います。じゃあ行きましょう。はい、調子いいんだよね。はい、出発です。はい、はい、あ、でもこれ風入ってくるから気持ちいいね。はい、これだいぶ助かるね。これね、トルクがあるからね、はい、乗りやすいんだよ。あ、スタンダードよりもトルクあるんですか。あるような気がするけどね、カタログスペックは分かんないけど、はい、40キロぐらいでもね、はい、今4速ギアなんだけど。あ、4速なんですか。そう、十分ね、走っていくね。アクセル本当にね、今1センチ踏んでないぐらい、ちょっと触って押してるぐらい、うん、いいね。これはねローラーペダルだからね。ローラーペダル、これローラーペダルっていいでしょ。あ、ちゃんとヒールアウト等ができるね。それはもともとローラーペダルなんですか。そう、古い年式はローラーペダルなんだね。これね、はるかにね、オルガン型よりもね、はい、操作しやすいよ。あのシトロエンのマッシュルームのブレーキみたいなのあるじゃん、はい、あれみたいなもので、はい、感覚的に操作しやすい。だからちょっと踏んだだけで反応する。ペダルだとこう間接的にこうテコでやるでしょ、はい、これはだからそのプッシュしてる感じ、アクセルをね。このミラーだけどさ、ちっこいよね、はい、ちっこいですね。十分。あ、十分ですか。十分。ちょうどオーバルのウィンドウがしっかり見える。あ、確かに窓小さいですもんね、後ろ。そう、だからオーバルこれでいいのよ。あ、なるほど。そう、これが、ワイパー、よいしょ、タイミング合わせてね止めなきゃいけないっていうね、うん、でこれがチョーク、これラジオだね。あ、じゃあオーバルはチョーク付きなんですね。そう、スタンダードはオートチョークだね、はい、うん、といっても機械式のチョークだけどね、うん、うん、
で55年のこれオーバルなんだけども、うん、55年でもねアーリーとレートってのがあるんだよね。うん、レートになると日本出しマフラーになる。まあずっとビートルは日本出しだけどね、細いけどねマフラーはね。これは1本で四角い出口が、ラッパーみたいになってる、四角い口してるね。うん、で今これ4速のままね。はい、4速で今40キロぐらいですか ね。なかなかなんかファイナルで40キロで走れる車ってないですもんね。そう、加速感が欲しいときはシフトダウンする、はい、別に言ったら走るときはオートマみたいに3速で十分、4速でもいけるね。これまあ2速発進ちょっとしてみるけどね、はい、全然大丈夫だね。あれ結構パワフルですね。これ結構パワフルだろう。なんか音もいいしね。音ワイルドですよねこれ、うん、そう結構ね鼓動感だよこれ。そうですよね。そうそう、でこれ3速でこういう風に巡航してるけど、はい、ストレスないんだよね。でもそれはいいですね。こうちょっと水飲みたい時とか、まあ、3速とかにしといて、うん、こうちょっと巡航しながら水飲んだりとか、ちょっと、うん、そうだねそうだね、はい、こうシャカシャカやんなくていいから。そうですね、うん、結構カバー範囲が広いんですね。そういうことだね、そういうことだね。だからねギア比が絶妙なんだろうね。あ、うん、よしね、これ一速でしょ。おお。二速にしてみようか。二速ちょっと苦しいけど。二速だとちょっと苦しいけど上がってから行くことはないね。はい、むしろレンジローが苦しくなかった。レンジローがなんか苦しいかもしれない。エンジンがちょっと重たい感じがしたよね、はい、楽勝です。であとハンドリングなんだけどね、まあゆったりとしてるけれども、はい、切れないわけじゃない、機敏に反応するわけじゃないけれど、はい、ゆったりとこう追従してくる感じ。なるほど、うん、まあもちろんアンダーステアな感じですよ。少し大きく回って感じ、はい、やっぱりちょっとこう2速だと、はい、まあ、ローギアドになってるからすぐ3速に入れたくなるんだよね。あ、でこの3速の幅がいいのよ。あ、そうなんですね。そういうことなんだよね。だから2速はやっぱ加速感欲しいから、はい、これぐらいでちょっと下に振ってあって、そう3速はちょっとこう広いところに広い、4速はちょっと高速っぽい。そうでやっぱその3速目と4速目のかぶり、はい、ちょうどいいね。どっちでもいい選択として。このビートルの良さはそんなとこかもしれないな。絶妙のギア比っていうかね。結構加速してきますね。ね、いい感じですよ。安定感もある。あ、安定感ですか。うん、まあ今日風がないから安定感あってしかるべきなんだけどね。高速も調子いいですよ。はい、オーバルいいでしょ。いいですね。ね、はい、第1ラウンド終了だね。はい、じゃあ次は第2ラウンドだね。スタンダードに行きましょう。はい、はい、行きましょう。乗りやすいね。パワーはどんな感じですか。さっきの加速、この加速感というか。やっぱりこっちの方が一回り上かな。あ、そうなんですね。うん、で実はこれビルシュタインが入ってるから、はい、足回りもねちょっと洗練されてるんだよね。わかる気がします。あ、タレッサがちょっと違いますね。違うよね。これはこれでいいんだよね。なんかあっちはちょっとゴツゴツした感じだったんですけど、こっちの方が柔らかくこなしてくれてますね。そうで、こう窓今全開で開けてるでしょ。はい、ちょっと気づくことあるんだけど、スモールウィンドウは
やっぱりね、風の入ってくる量が少ない。あ、後ろからの巻き込みの風の量が少ない。これ開けてると後ろから風がフラ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 来るけど、はい、オーバルはね、この量は少なかったね。あ、うん、いや、これはいいですよ、うん、ちょっと近代車になった感じするもん。うん、なんかちょっと違いますね。なんかちょっと違うよね。同じ足回りなんだけど、トーションバーで、はい、まあ、ビルシュタインでアブストーバー入ってるがゆえにね、こう振動の吸収力いいよね。いいですね、うん、窓がねすごくでかいっていうかね、近代車に比べるとちっこいんだけど、はい、あ、でもね、オーバルから乗ってくると、はい、すごくここが広い。そうですね、すごい広いです ね、あの紫外線対策できてない感じでも乗ってて思うのは、はい、この上だけだから前方の視認性は変わらないんだよね。あ、多少横も広いけど、はい、運転の時にそのオーバルが狭いかっていうとそうでもない。あとはこのインパネあたりの操作環境も多少変わってるよね。近代的にプラスチックになってるよね、これ。確かに。これはプッと押すと、おお、すごい、ウォッシャー駅まで出るでしょ。こっちがちょっと今買った、折れてるけどこれあの緩いんです。カニみたいになってますね、はい、よくこういうカニさんがいますねあの左手を負傷したカニさんっていうかね、はい、はい、これ自動的にね元の位置に戻るんだよ、こうでしょ、はい、ちゃんと戻るでしょ。さっきのオーバルは止めなきゃいけない、自分でピシッと止めなきゃいけない、タイミング見たね。でもちょっとゲーム性があって面白いですね、うん、それそうだね、トルク感が向こうのがちょっとあるかもしれない。あ、そうなんですね、うん、ギア比がね微妙に違う、あ、でこれはねミッション確か乗せ替えてあったんじゃないかな。ミッションもオーバーホールされてるので、はい、まあ、ギア比に関してはちょっと分かんないんだけども、これ3速だとちょっと緩い、決してストレスがあるわけじゃないけど、はい、でもまあ3速で回ってくねしっかりね、過不足ないです。過不足ないですか。はい、スタンダードよろしいです。で、まあ、こういう急カーブとかのコーナリング性能はそんなには変わらない感じですかね。そうだね、変わらない。あ、変わらない、変わらないと言っていいんじゃないかな。で、2速で十分も走っていくね。トルクフルだよ。やっぱりちょっと馬力が多い分だけいいのかもね、はい、これ今2速です。ああ、なんか2速のトルク感こっちの方がある感じですね、うん、さ、オーバルよりもパワーありそうですね、2速は。うん、やっぱあるね。ちょっと下にギアが振ってるってことなんですかね、うん、ブレーキペダルとアクセルの位置関係、はい、あ、さっきのオーバルはあのままでいいのよ、はい、ローラーペダルであのままでいいんだけど、うん、これはね、このゴムがついてるから、あのね、つま先でできる。そして足の位置を変えなくてもブレーキ踏んだでしょ、今、うん。この操作感、これで僕はこのスタンダードが随分乗りやすくなった。こういうエキゾーストノートにちょっとしたね、はい、あのオーバルとの個性の違い感じるね。感じますね。もう少し骨太ってボボボボボボって感じだけどね、はい、音色は違うね。違いますね、これ全然、うん、エンジンの生の音はさして変わんないと思う。あ、なるほど。マフラーの出口の温度が違うと思う。これ日本出しになってるしね。そうですね、うん、だから骨太に感じるのはマフラーのエキゾーストサウンドだと思う。はい、高速も快適でした。快適ですね。全然過不足ありません。スタンダードいいね。いいですね。うん。
まあ、スタンダードっていう車はねシンプル設計だよね全てがね、うん、まあ廉価版ってことなんだよね。だから豪華な装備はついてない。まあ、例えばウィンドウモールがゴム一色だとかね、はい、普通はこうゴムの間にクロームのモールが入って少し華やかになってるよね、はい、これはついてなかったりとか鉄板むき出しの部分だとかね、はい、逆にだからこういう鉄板むき出しの部分があるからスタンダードって人気あるんだよ、はい、昔らしさを出してるオーバル時代のね、はい、もうここがプラスチックでこういったところは衝突安全性のためにバンパーになってなきゃいけない時代の車なんだよ。だけども廉価バージョンだからそれは贅沢でしょ、はい、走ればいい車でしょということでスタンダードっていうのはある意味希少価値が高い車なんです。うん、まあこれもね手放したくない1台ですけどね。まあこれレーシングスタッフさんで下取り出してるから、はい、もうじき近々販売されると思いますけど、大事にしてあげてくださいねと。視聴者の方が買ってくれたら嬉しいですよね。そうだね。さあ次は丸さんだね、うん、いよいよ。丸さんとメキビ、はい、はい、じゃあ行きましょう。走りはどうですか。うん、走りはね落ち着きがあるかな。あ、落ち着きがある感じなんですね。音もだいぶ消耗されていて、ドロドロした感じじゃないかな。ボボボっていう音しないよね。あ、確かにそうですね。全然しない、消耗されてるね。ハンドルの位置も若干違うね、角度がね。ちょっと寝てるよね。あ、もう少しこう起き上がってる感じがしたけどね。あとハンドルもこう近代的だね、プラスチックになって。そうそう、これがプラスチックになって、はい、衝突した時の安全性を担保してるって感じかな。うん、これはこれでねヴィンテージ感があるね、はい、それなりのね、はい、アクセルもねオルガン式ですよね。これこれもオルガン式で、まあスタンダードと変わらないよね。ペダルレイアウトもそんなに大きく変わってはいないと思う。やっぱりこの落差はあるね。ブレーキ踏むときに一旦足をこう置き換える、はい、こういう所作が必要だね。でもこういうデコボコもねうまくいなしてるかな。やっぱりそのデコボコは一番いい感じですか。これは好みかもしれないね。あ、そういう感じなんですね。こう落ち着けがたい、うん、劇的に「おお」って感じはなかったな。加速感もこれぐらいのスピードで巡航していると、はい、極端に違いはない感じがする。まあじゃあやっぱ上り、急な上りとかでちょっと違いを確かめる感じですかね。まあ馬力もね60馬力あるからね、はい、倍ではないか 1.5 倍ぐらいはある感じですね。1.5 倍は最低あるね。ああ確かにねコーナリングはいい。ハンドリングのねこうシャープさは全然違うな。 あここは大きく違うわ。スタンダードとかオーバル多少遅れてくるんだけど、あ、はいはいはい、うん、で姿勢もちょっとね傾く、はい、これ傾きがないね。じゃあちょっと急なカーブとか行くと全然違うかもしれないですね。現代車に近い、これこそね本当に現代車だと思う。いいね、コーナリングがいいよ。いいですか。うん、やっぱりいいね、マクパスのストラット。最初はあの下手な道ちょっとしたデコボコのとこでは変化を感じなかったけれど、はい、もうねカーブをね回っていくとね随分違うかな。さあ心臓破りの坂だね。おお、すごい加速感ですね。やっぱ違うね。違いますねこれ。ここに乗ると違う、全然違うね、はい、あるねパワー。パワーありますねこれ。これはいいわ、重たくない、は
ほら、これ2速ですか今。これ2速。ああもう楽勝。楽勝ですね。うん楽勝。ここに来てやっとこの大きな違いが出たね。はい。うん。ということは街中ではあんまり変わらないけど、いざとなった時にはやっぱりね、頼もしい。軽快に走るね。軽快ですね。うん。いいね。良くなってきたよ。速いビートルをお探しの方はこっちですね。あとまあ3速のレンジの 広さだね。これもねやっぱビートルらしくあるね、はい、これはちょっと特別いいかな足回りは。これは4速だけどね、はい、まあ、問題なく走る感じだね。まあベタ踏みしてもこれぐらいの加速感かな。でも速いですね、全然違います。うん、やっぱこのスーパービートルの魅力ってさ、はい、コンパチだよね。コンパチがあるということなんだよね、はい、でしかもこの電子機のものは奈良さんだからキャブだから、はい、触りがいもあるっていうかね、まあ、ハンドリングもいいしね、はい、よくできた車。いやこの車も気持ちいいね。いかんね、どれもいいね。どれもいい。やっぱりちょっとこの車だけ特別な感じですか。特別だね。うん、パワーもあるしね、はい、うん、足回りもちょっと違うしね、もちろん本橋だから特別感はあるよね、はい、すごいよく曲がるね。ちょっと持ってかれちゃいますもんね、そのスタンダードとかその辺のビートルだと、うん、オーバーステアになっちゃう、はい、これはねそんな感覚がないんだね、はい、オーバーレアスタンダードに比べて当初マタイプのものに比べてね、小回りが効くと思いますよ。うん、うん、いいですね。これも名車でした。はい。はい。はい。いよいよ次はメキビーだね。はい。うん、はい。エアコンついてんだよこれ。おお。冷えてるね、はい。じゃあエアコンつけて走りましょう。はい。ちょっとパワーロスになっちゃうけどね。これは快適だね。快適ですか。うん。あのね、ストロークもすごく短い。はい。これいいね。これトリガーになっててバックの時はこれ引っ張って、はい、左の手前に引っ張るんだよね。普通のビートルだと押しながらリアに入れる。ああ、ちょっと入れづらい感ありますもんね。そう。慣れるまでね。はい。これはちょうどいい位置にあるね。はい。これ50馬力だけどいいね。いいですか。うん。あ、インジェクションだからちょっと違うんですかね、また。そう。インジェクションだからね。的確だよね。燃料の供給量が。ああ、じゃあしっかり割と50馬力出せてるっていうか、うん、ピタッと合ってるわけですもんね、調整が。燃焼がきちっとしてるよね。はい。いやいや、軽快ですよ。軽快ですか。うん、いい感じ。このメキビっていうのは、はい、本国、ドイツ本国で生産されたのが、はい、78年まで、うん、で、その後2003年までメキシコで作られるんだよね。で本当はこうフェイシアもね、ダッシュパネルも本来だったらプラスチックダッシュボードになっていくんだけど、これは変えてあるんだね。だから前も変えてるし、ダッシュパネルも変えてるし、リアのテール関係も変えてるよね。
だからルックスは定年式だね、はい、窓はだからラージ、はい、マキシマムのサイズだね。こうどこ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 した感じがいいよね。どこ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 っていうね、はい、うん、これマフラー変えてあるんですかね。これマフラー変えてあるね。だから当然あの丸さんの S もマフラーを変えればこういうどこどこサウンドになってくるだろうね、はい、うん、どっちがいいか分かんないけどね。うるさいわけじゃないしね、はい、低回転型のエンジンのね、はい、どこどこどこっていう、まあ本当にハーレーっぽい音っていうかね、高回転型にはないいいサウンドですよ、はい、うん、これやっぱりその、うん、なんていうんですかね、こういうカーブとかの感じは、うん、オーバルとかスタンダードと同じような感じなんですか。そうだね、 あのね、2度ぐらい切るって感じ、まあ、ファーストストラットは一発で切れる、はい、あ、そういう個性の車、うん、まあ、ファーストストラットはそういった意味でスポーティーだね、はい、あー、うん、これ今エアコン入れた状態だけど切ってみるね、はい、ね、さらに快適になるね。吹き上がりがすごくいい。本当ですね。ね。EFI って良くない？でもこの4台ともね、見事に調子がいいよ。すべてね、個性の違いこそあれね。はい、さあ心臓破りの坂行ってみましょう。また登ってきますね。登るね。いいね。気持ちよく上がってきます。はい。やっぱパワー感はそのスタンダードとかとは全然違う感じですか？うん。違うね、うん、特に坂に行くと分かるよね、はい、平坦な道ではそれほどストレスを感じないけど、はい、坂道になるとよっこいしょって感じがあるよね、うん、やっぱトルクがちょっと若干少ない感じなんだよね、まあ、2速ならいい。これ多少ギアが違うのかもしれないね。あ、うん、これミッション乗せ替えてると思うので、はい、そこの辺りのギア比が多少ね、はい、バンドが狭い気がする。3速でのカバー域、はい、と4速でのカバー域のダブリが少ない感じがするね。ちゃんとシフトチェンジをして、はい、的確に選んでってくださいっていうようなミッションな感じがする。やっぱキャップだとさ、はい、エアフローでこう吸わせていくでしょ、ガソリンを、はい、誘引空気で吸わせるよね、ガソリンを。あの回転数が上がってくることによって空気の流入量が増えるよね、はい、それによって注射針の先みたいなところからガソリンが点滴されるよね、はい、これ EFI は噴射式だから、スプレーみたいに。あ、だからある程度のスピード行った時にしっかり入るんだよね、はい、あ、しっかりこう霧状にして、そう、だから爆燃が性がいいんだよね、うん、だからやっぱり EFI になるべくしてなったんだろうね。だから日常使いで、はい、まあ、1台でっていう風になったら、ひょっとしたらメキビが選択肢の中に入ってくる一番かもしれない。なるほど。エアコンもつくしね、はい、でもこう快適だね。でワイパーもダイヤル式じゃなくてレバー式だね。一足二足ありますね。お、でもこれ元の位置に戻りませんね、実は。まあこうしてね、4台、
はい、まあ千載一遇のチャンスっていうかさ。そうですね。ねえ、珍しいよね。珍しいと思います。うん、だから僕がオーバル買って、はい、今スタンダードと投与してるけれども、もうスタンダードは下取りに出しちゃうからね、はい、もう売買なんだけどさ、はい、でエリさんのコンバーチブル、はい、それからエリさんのお友達のこのねメキビーのあのみーちゃん、はい、ね、ご好意でこうやって乗せていただいて、はい、インプレッションどうぞ使ってくださいねって言ってるだけでね、はい、まあこの4台のね比較ができるようになったんだけどね、はい、それぞれね良さがある、まあどのね年式のビートルを選ぶかは、はい、まあ、この動画を見てね欲しくなった方もいらっしゃるかもしれないし、はい、あとはあこういう個性があるんだなっていうことが少し分かってもらえれば、はい、いいかなと思ってこの動画になってるんだけどね、はい、どのビートルを選ぶのかはあなた次第ですねって感じだね、はい、改めてビートルってどういう車ですかね。うん、丈夫だね。 あとパーツがいっぱいあるから、はい、プラモデル感覚で、はい、こう楽しめる車作りを。確かになんかビートル乗ってる人ってなんかそれぞれ自分の思いでいろいろカスタマイズして楽しんでますよね、みんな。そうだよね、はい、バートさんなんて自分で箱作ってるからねバーガーテーブルとかね、はい、そんな楽しみ方もできるよね、はい、で年式に応じてこれだけ1938年、まあアフターウォーだから48がまあ一つのスターティングラインだと思う。それまではドイツの国民車、はい、それから世界の国民車に変わっていくんだけども、その中で、いろんな進化を遂げてるけれど、はい、ボディラインは全く変わっていない、で RR、はい、RR の良さってねやっぱりエンジン触りやすいのよ目の前に広がってるでしょ。そうですね、中腰にならなくても済むからね、はい、だから長く愛されたいい車、うん、はい、はい、無事帰ってきたね。はい、はい、いい車です。はい、暑かったね。暑かったですね。けどね、なんとかね完全走破したね。はい、1台40分ぐらい走ってたのかな。そうですね、40分ぐらいですね。40分コースはね、はい、結構走ったね。知りました高速あり山道ありね、はい、まあ、このオーバルがね、僕の手元に残っていく1台なんだけどね、うん、これからこれをね、はい、少しドレスアップをしたいなと思います。でもこの車はエアコンつけようとかは思ってません。このまま原型のまま走らせましょう。はい、はい、これはですねもうじきレーシングスタッフさんで売られることになるかと思います。どなたかスタンダードを大好きな方、はい、いい色ですから乗り継いでいってください。シートのカバーは変えたばかり、エンジンも絶好調でございます。でコンバチブル、ここがちょっとだけオーバルだね。スクエアオーバルというかね、いい感じだね、かわいいね。これも名車です。このベージュのキャンバスと、はい、この黒のコントラスト、すごく爽やかだよね。ベージュだからなんかねこの車で映えてる。でっかいマックスのお好み焼きテールがここにあるこれでもかっていうサイズですね。これが本当はここについてた。これをこういうふうにアイロンテールに変えて定年式にしたメキビー、うん、かわいいね。 US バンパーもついてる。で内装の色も赤で品がいい、はい、黒と赤のコントラスト、うん、すごくいい色合いですね。白のストレッチも微妙に綺麗に効いてます。どれを選ぶかはあなた次第。